即応機動連隊とは、平成26年度以降にかかる防衛計画の対抗についてによって示された、統合機動防衛力の一翼を担うべく、陸上自衛隊に新編される連隊の一種。この連隊は新たに編成される、機動師団、機動旅団の零化部隊として、平成29年度末から編成を開始した。従来、連隊は単一の職種で構成される最大の単位で、 あったが、即応機動連隊は16式機動戦闘車を、はじめとする、総輪装甲車などにより、機動力と比喩性を高めた、諸職種部隊で、パッケージ化されたものとなる。有事の際などに必要に応じて、諸職種部隊となる普通化戦闘団とは異なり、平時より諸職種部隊で編成されている。新たに示された、統合機動防衛力を実現すべく中期。 防衛力整備計画が策定、陸上自衛隊は15個ある士団、旅団のうち、約半数にあたる7個を軌道士団、機動旅団に改編して、新ドクトリンが目指す、軌道運用能力を獲得させる方針を取る。この方針のもとで、即応機動連隊は、機動士団、機動旅団の中核を担う、米化部隊として、各種自体に即応すべく。 航空機輸送に適した装備を重点的に導入する予定である。主たる装備品として、機動戦闘車、重迫撃砲などを配備し、軽装備の普通化部隊からなる、先見部隊は、ヘリコプター輸送により展開。引き続いて、装甲車を含む一時展開部隊が、航空機輸送により事態発生地点を抑える、運用が取られる。機動手段としては、ヘリコプターや、 輸送機のみならず、海上輸送も考慮されている。即応機動連隊は、約800人規模でなるとされ、部隊主力は30トンの貨物を積載できる C-2 輸送機で起動して、各種自体の対処にあたる。改変対象となる士団、旅団は、北から第2士団、第5旅団、第11旅団、第6士団、第12旅団、第14旅団、第8士団の、 計7個単位が予定されている。当初の物体改編は26中規模期間中に2個師団と2個旅団の計4個単位が計画され、残る3個師旅団の改編は時期中規模に持ち越される。雑誌、軍事研究の記事では防衛省作成の説明資料中に第6師団、第8師団、第11旅団及び第14旅団が総臨式機械化不評部隊を示す。 部隊符号が記載されており、これらが26中規模期間中に改編される可能性が高い。第15普通化連隊に配備された96式、総輪装甲車、第14旅団霊下の第15普通化連隊が平成27年度に実施された同連隊の総隊記念日、行事式時において、即応機同連隊へ改編予定であることが紹介された。また、同連隊は、 改編の前段階として96式、総輪装甲車を新しく配備しており、同記念日行事内で公開された。また、第8師団霊下の第42普通科連隊でも、平成29年第8師団総体記念日、行事において96式総輪装甲車が公開され、さらに即応機動連隊への改編が発表された。2017年8月23日、 第42普通科連隊第4中隊に16式、機動戦闘車が配備された。第15速応機動連隊の編成を以下に提示し、これを例に解説する。なお、部隊により、一部編成が異なる場合がある。従来の普通科連隊と比較し、重迫撃砲を扱う、火力支援中隊が、野戦特化職種とされている。点、普通科連隊にない機動戦闘車隊や本部管理。 中隊校舎招待が編成されている点が挙げられる。即応機動連隊はこれらの戦闘部隊に加え、本部管理中隊の通信化、施設化、受品化、衛生化的役割及び、対戦者火力を含め、常設の普通化戦闘団的性格を持った部隊として編成されている。普通化戦闘団の総意点として、施設能力については普通化戦闘団が、 施設中隊を編成しているのに対し、即応機動連隊は、本部管理中隊に施設作業正隊を編成している、点が挙げられる。中部方面隊、西部方面隊、北部方面隊、東北方面隊、北部方面隊、東部方面隊。ありがとうございます。